小ギクザメはキクザメモクに属する深海性のサメの一種である。キクザメモクに属するのは本種の他に同族のキクザメイーブルーカスのみである。太平洋の大陸方や大陸斜面、海底国で見られる。基本的には訂性で水深100から650メートルの低温の海域に生息するがカリフォルニア州モントレー湾などではより浅い海域に、 侵入することも知られている。最大で全長4メートルに達し、棘状の縦鱗が体を覆っている。夜行性で、昼間は外洋の深い海底で休息するが、夕方になると浅い海域へ移動する。各個体は、狭い行動圏の中で生息し、甲骨魚、軟骨魚、頭足類などを捕食する。繁殖様式は、卵体制である。 人に危害を加える例は知られていない。食用などとしての商業的価値はほとんどないが、深海漁業などで混格されることはある。本種の保全状態については未だ情報が不足している。小ギクザメは、キクザメかキクザメ属の一か一属のみからなる、キクザメ目に属する二種のうちの一種である。本種は、オーストリアの魚類学者、ビクトール・ピーチュマンによって、二つの異なる、 出版物で新種として記載された。まず最初に1928年にウィーン科学アカデミー企業においてドイツ語で簡潔に記載された後、1930年にビショップ博物館企業において英語でのより詳細な記載がなされた。なお、本種の種賞味を区イはビショップ博物館の海類学者シーモンタグエ、クック・ジュニアに懸命されたものである。 本種はピーチマンによる記載の後も長らく同族のキクザメと同一種とみなされており、この誤解は1960年にニュージーランドの魚類学者ジャック・ギャリックが再記載を行うまで続いた。ピーチマンが記載に用いたハワイ・カウアイ島から得られたホロタイプ標本は失われていたため、ギャリックはニュージーランドパリサー1から得た標本を新たなタイプ標本に指定している。英語では プリカリーシャークと呼ばれる。標準和名の小ギクザメは1983年に熊野灘から日本における本種の初報告がなされた際、谷内徹と柳沢船夫によって提唱された。本種は円筒型でたるんだ体型を呈し、頭部は短くやや平らになっている。尾行はお互いに離れた位置にあり、小さな皮弁で覆われている。 噴水口は小さく、目よりかなり後方にある。目は窓科膜を描く。口は大きな円弧状を呈し、端にはごく短い溝がある。上顎には21から25の、下顎には20から27の締烈がある。ナイフ状の葉のそれぞれには中央に鋭い戦闘があり、その脇にも最大3つの戦闘が見られる。若い個体では戦闘が中央の一つしか見られない。 得られつはごつやり、5番目の体が最も長い。側線は体の両側面を走り、明瞭な溝状になる。胸びれは短いが、腹器は長い規定部を持ち比較的長い。第一背びれは小さく腹びれの支部に対する位置か、それより後方に始まる。第二背びれは第一背びれのすぐ後方に位置し、形も類似する。尻びれはなく、小柄は太い。 尾ひれの基部にくぼみはない。尾ひれは、常用が下場より長く、後端に、月刻はない。皮膚は、最大で、長さ0.4センチメートルになる縦鱗に密で、均質に覆われる。菊ザメの場合と異なり、この縦鱗が一体化することはない。個々の縦鱗は、棘状になり、その基底部から周りに放射状に、溝が走って、菊の花状になる。 興奮の株の縦鱗は制御では特に細かい。体色は褐色か灰色で、しばしばわずかに紫色を帯びるほか、ヒレの後端は黒色になることが多い。腹側は明るい色であることが多く、特に興奮や口の周りでは明らかである。最大で全長4メートルに達する可能性がある。記録されている最大の体重は266キログラムで、 3.1メートルのメスの個体の記録である。本種は太平洋に広く生息する。西太平洋と中央太平洋では日本、台湾、オーストラリアのビクトリア州とクイーンズランド州、ニュージーランド、そしてパラオ、ニューカレドニア、トンガ、ハワイ、ギルバート諸島といった島々からも報告されている。東。 太平洋では、オレゴンからカリフォルニア湾を経てエルサルバドルまでの海域や、コ,コシ島、ガラパゴス諸島、ペルー沖、チリ沖などで生息が確認されている。基本的には、マレナ種であるが、例外的に、モントレー湾沖のモントレー海底国では、本種の雌雄が一年を通じてよく見られる。日本では1983年に、熊野灘で採集された個体をもとに初報告されたが、 この際それまで日本でキクザメとして同定されていた個体も本種である可能性が高いことが指摘されている。5.5五摂氏十11度の低温を好む深海性の種であり特に熱帯域では基本的に水深100から200メートル以上で見られる。少なくとも水深650メートルから記録があるがそれよりもかなり深い海域にも生息する。 可能性があると考えられており、水深1500メートルまで生息している可能性がある。一方、井戸の高い地域では浅い沿岸海域に入ることもよくある。例えば、モントレー峡谷では水深15の35メートルの海域で継続的に発見されており、カリフォルニア州モスランディングでは水深4メートルから捕獲された記録もある。大陸や大陸斜面に生息し、 その底近くを泳ぐ。海底国の中でも谷沿いに泳いでいるのがよく見られる。サデー海底を好む。低い溶存酸素濃度にも耐性があり、他のサメは侵入できない海盆にも生息する。カグラザメと本種はお互いの養魚を捕食することがある。本種は泳ぎが遅く、海底のすぐ上を浮くように泳いでいる様子が観察される。モントレ共国で行われた。 追跡調査では、本種が顕著な日周延直移動を行うことが確認された。日中にはあまり活動せず、海洋の海底に近い場所で単独で休息していた。日没前後になって活発になり、沿岸部の海底国の減りを目指して上昇を始めた。この上昇は、魚の群れを捕食するためのものである可能性がある。それぞれの個体の生息域を大きく離れることは、 ほとんどなく、行動圏は2.2平方キロメートル以下と小さかった。モントレ共国では30個体以上の集団を作って泳ぐ様子がよく観察される。本種の口と咽頭の大きさや構造からは、本種が吸い込み型の接触様式をとることが推測される。本種はメルルーサ、カレー、メバル、キンムツ、サバ、ニシンなどの様々な甲骨魚のほかゾウギンザメ類、 アブラツノザメ、若いカグラザメ、ヘラザメ属の卵小など、軟骨魚も捕食する。アメリカを若いカをはじめとするタコやイカも捕食する。若いコギクザメ自身もカグラザメなどに捕食されることがあるが、生魚については捕食される。危険性はほとんどないと考えられる。寄生虫として、本種の太陽から当客類の一種が、イネン年膜から吸虫ツナニセイアズナの一種が、 見つかっている。繁殖様式は、卵体制で、生まれる前の子は、卵黄の栄養を用いて成長する。妊娠したメスの報告が一例のみあり、その際は、母体内に114匹の子が確認された。この数は、サメが一服に持つ子の数としては最も多い例の一つで、ある。生成塾に達する体サイズは正確には不明だが、 オスで2.0メートル程度、メスで3.0メートル程度だと考えられている。本種がダイバーに危害を加えることはない。底引きトロール量や刺し網、生え縄などによる商業漁業で混獲されることがある。肉はフミで柔らかいため、食用としての商業的価値はほとんどない。非常に記録は少ないが、本種の飼育記録として、 アメリカのモントレー米水族館で3度の記録が残っている。一度目は1990年8月2日で、同水族館の水族館スタッフらが、モントレー海底国の入り口、最大水深37メートルの海域で、生物収集中のダイビング中に遭遇した2.03メートル68キログラムのメスでコービコンと推定される傷を持つ個体である。 水族館スタッフらは、この個体の口の中にロープのついたフックをかけ、そのまま海面にいる水族館のボートに引き上げ、捕獲した。この個体は、水族館の大水槽に搬入され、ウィスザメなどと、共に展示された。二度目は1994年7月31日からの、飼育した記録で、水族館スタッフが、モントレー海底国で捕獲した個体の記録である。 展示個体は全長2.04メートル、体重は推定値で70キログラムの個体であった。この個体は浮力調整がうまくいかず、飼育7日目に放流された。3度目は2009年6月で、水族館の大型水槽に搬入されたが、状態が安定しなかったため、15時間後に再度放流されている。日本では大阪府の海遊館が、 高知県室戸の低地網で採捕された全長2.82メートル194キログラムメスの本種の標本が2015年に展示した記録がある。国際自然保護連合は本種の保全状態をデータ不足と評価するに止まっているが生息域がまばらであることに加え深海漁業が拡大しつつあることが本種の保全状態に与える影響について突起している。 日本の環境省が2017年にまとめた海洋生物レッドリストでも本種は情報不足と評価されている。ありがとうございます。